浦和1日目、7月12日。浦和初日は大糸のダブル開催。僕は地元、浦和で極らに起乗します。2R の信濃将軍には初めて乗りますが、前走の新馬戦は出遅れての3着。3番手を追走した内容から砂をかぶっても大丈夫そうですね。とはいえ、まだキャリアは浅いですし、できればスムーズな競馬をさせてあげたいところ。スタートを決め、 もまれず前めの位置につけたいですね 8R の西の彗星とも初コンビ3ヶ月半ぶりなので使ってからの方が良さそうですがすでに減給を買っています久々でどこまでやれるかですね 10R のカペラスターに実戦で乗るのは初めてですが一着だった前走の調教から乗っています感覚が空いて少し重い感じはしますがリフレッシュしての一戦 1機の距離短縮なので、うまく流れに乗りたいと思います。浦和競馬所属